こんにちは。今回は札幌の JR インホテルというビジネスホテルなんですけど、そのホテルに泊まっているのでルームツアーをやっていきたいと思います。で、今回泊まるホテルはオープンして1日なので初めて泊まるっていう感じなんですけど、すごく綺麗なので紹介していきたいと思います。で、今回は2部屋取っているので1つずつ同じにはなるんですけど紹介していきたいと思います。ということで紹介していきます。はい、ということでまず入り口から入ったらこんな感じです。こんな感じでここにエアコンとかがついています。で、入り口はこういう感じになってます。はい、で、ビジネスホテルなのでちょっと狭いんですけど、すごく新しいので綺麗な感じになっています。まず一部屋目がこんな感じで、こんな感じでここに全身鏡があります。なのでコーディネートとかチェックすることもできます。で、あとここにハンガーが何本かかかっているので洋服とかもたくさんかけられて、ここにミストとかもついています。こんな感じの消臭除菌というポーラのものがついてます。クローゼットとかはないんですけど、普通に洋服とかかけられるのでいいと思います。で、下にスリッパがあって、これは使い捨てじゃないんですけど、今履いているこれが使い捨てスリッパでついてました。はい、こんな感じでちょっと狭いんですけど、結構お風呂とかもついてていいかなと思います。で、入り口からこっち側に行くとお風呂とトイレと洗面台があるんですけど、まずこっちがお風呂で、お風呂とトイレは分かれてる感じになっていて、こんな感じでシャワーがついています。で、シャンプーとかボディーソープとかもついています。ここはシャワーだけなんですけど、結構広い感じで、あと別に温泉があるって感じのホテルです。はい、で、こっち側に洗面台の横にトイレがあります。トイレはこんな感じです。はい、こんな感じです。トイレとお風呂が分かれているのでいいかなと思います。で、こっち側にベッドの後ろ側にこんな感じの洗面台があるんですけど、洗面台はこれぐらいの広さで、鏡も大きいのがついてます。で、アメニティとかもついていて、あとこんな感じでタオルとか、あとドライヤーもついています。あとドライヤーは温泉のとこにもついてます。はい、こんな感じです。で、こっち側に行くと黒い絨毯になっていて、こんな感じの加湿器と空気清浄機が全部屋についています。で、こっちにテレビがあって、ちょっとなんかできるようなところとか、あとここちょっと眺めがあんまり悪いんですけど、一応窓がついています。で、ベッドはセミダブルです。はい、ということでこんな感じでルームツアーは以上です。続いて2部屋目やっていきます。
you.